はい、では今からエンディング1を目指します。行きます。おひな助けます。保健室だよね。保健室に行こう。保健室鍵かかってて開かない。どこだろう。1階かな。お、いけた。お、イベントだね。お、よしよし、助ける。ヨツラちゃんってみなばり様なの。あ、そっからか。みなばり様。おお、ひな、そこ来たんだ、あの後。おお、やっとだぜ。ねねちゃん、よかった。ひな、大丈夫？何かひどいことされてない？うん、私は平気だよ。足の手当てもしてもらったし。それよりねねちゃんこそ大丈夫？怪我とかしてない？見ての通りピンピンしてるわよ。おお、どうしたの？楽しそう。ねねさん、ヨツラちゃんもいるよ。ヨツラ、どうしてあんたがここに？あ、もしかしてヒナの手当てしてくれたのってはヨツラ？いえ、手当てをしたのはカグマでしょう。私は先ほどここへ来たばかりですから。カグマ、何を言ってるの？あいつはヒナに怪我をさせた張本人よ。手当てなんてするわけないでしょ。いや、そのまあいいわ、そんなことはどうでも。それよりカグマはここにいないみたいね。それならヒナ、早くここから逃げましょう。そして元の世界へ帰るの。その足歩ける？おぶった方がいい？あ、ま、待ってください。あの、ヨツラちゃんの立場、あれだよね。大変だよね。ネネは助けたい。しかし、カグマも裏切れないっていう。板挟みだよ。中間管理職みたいな。何よ、こっちは急いでるんだけど。ネネちゃんダメだよ。私がここにいなくなったら、ヨツラちゃんが困るの。ヨツラが困る？どうして？ヨツラちゃんはカグマさんのお友達でね。私をここにいさせるようにお願いされてるの。されたね。カグマの、どういうことよ、ヨツラ。あんた、人間を殺してるカグマの仲間だったの？この世界線では知らないんですね。あ、答えなさい。あんた本当は何者なの？敵なの？ねねちゃん、やめて。ヒナ、いやでも。安心して、カグマさんはねねちゃんを探しに行ってしばらくここへ戻ってこないよ。だってねねちゃんはここにいるんだから。外を探しても見つかるはずないもんね。だからねねちゃんにも一緒に行って、一緒に聞いてほしいの。何を？もう一回聞くね。ヨツラちゃん、ヨツラちゃんはみなばり様なの？もしそうなら、カグマさんはみなばり様の親友。そんなカグマさんが人を殺してるんだとしたら、きっと何か事情があるんだと思う。みなばり様好きだもんね、おひなは。みなばり様ですか。そのように呼ばれるのはいつ以来でしょうか。懐かしい響きです。みなばり様ってひなのおじいちゃんから聞いたけど、神様の名前じゃなくて、この土地にいた3匹の斧の総称なのよね。斧っていうのは妖怪って意味ですね。妖怪。え、そうなの？おや、そこまでご存知でしたか。それでは話が早い。おっしゃる通りです。みなばり様とは、はるか昔この土地に住み着いた3匹の斧、ヤマンバである私と、カグマの力士、そして、雨乞いカッパのエンコ、我々3人をみなばりと人々は呼んでいたのです。3人でみなばり様。じゃあカグマさんもみなばり様？でもみなばり様って人を助けてくれる優しい神様なんでしょ。それなのにどうして？今はみなばりの話はどのように伝わっているのですか？人間に物を貸してくれる神様だったけど、ある日赤くて巨大な化け物が現れて、そいつと相打ちになって人間の前に現れなくなったって。そうですか。そのように伝わっているのですか。本当は違うの？教えて。お話ししましょう。みなばりに私たちにあった本当の出来事を。回想シーンですね。だったらあれかな、エンコの姿も見れるのかな。あ、ケイド村の山間にある小さな池、そこには一匹のカッパ、エンコが住んでいました。エンコもエロいのかな、エロカッパかな。あ、エンコはカッパである自分の姿が嫌だったそうです。こんな醜い姿のせいで人間の仲間にも入れてもらえない。かといって他の魚や動物の仲間というわけでもない。池にいるカッパは一人だけ。彼女はいつも一人ぼっちでした。だからみんなエロいからさ。エンコはそのままカッパなんですね、見た目。寂しさに、人恋しさに苛まれ、時にはその気持ちが裏返し、人間に悪さをしながらも、人間の仲間になるにはどうすればいいのかと考えていました。そして人の助けになることをすれば人間に生まれ変われると思い至ったそうです。いい方にことが運んでよかったですよね。おお、エンコには雨を降らせる力がありました。
その力を使い、日照りに苦しむ村人を助け、次第に人間とも打ち解けられるようになったそうです。ふむ。でも絶対可愛いよね、キャラグラね。お、その後、住処を求めてさまよっていた私が訪れ、ついでカグマが迷い込み、エンコは我々を軽度の土地に迎え入れてくれました。ようこそ。迎え入れてくれたんだね。住む場所を与えてくれたエンコに私たちは感謝し、彼女を姉のようにしたい。以降、3人は固い絆で結ばれるようになりました。ふむ、いい話だ。ん？私もカグマもエンコが大好きだった。そんなエンコが人間のために尽くす姿を見て、少しでも手助けができればと、私たちも力を貸すようになったのです。ふむ。ん？これカグマなの？なんか黒い物体があったけど。私は綺麗な禅やお椀を持っていましたので、村で修験などがあるとき人々にそれを貸していました。ふむふむ、レンタル屋さんですね。ほらほら、持ってけ泥棒。結構あるな。結構じゃあ大所帯できたんですね、よつらちゃんは。あ、カグマは物体を移動させる能力があり、重い荷を背負いながら山を越える人々の荷物を代わりに運んであげたり。ふむ、優しい。お、俺ですね、俺。お米かな？米だわらみたいな。お米、お米、お米。お？その例として、お供えされた米やお金を人々に貸し与えていました。ふむふむ。人々に貸し与えていた。ですね。じゃあ、あれか、カグマは人に見えないようにしてたんですね。人に見られないように。岩の後ろに隠れて。ほらよ。すごいな。裏方なんですね。裏方。黒子みたいな。影のシックスメンみたいな。こうして我々はそれぞれの人々の助けとなり、村人たちも人助けをする3匹のオヌをみなばり様と呼んで、崇めるようになりました。ケイド村では平和な日々が続いていました。ふむ。どうしたのどうしたの、今何した？お餅くれた？お餅。しかしある日、ケイド村に旅の僧がやってきました。その僧は森の奥にある古寺にやってくると、勝手に住み着いてしまったのです。追い出せ！追い出せ！もっともその寺は私がこの土地に来る以前から空き寺で、他に誰も受け継ぐ人もいませんでしたから、むしろお坊様が来てくれたのは喜ばしいことで、誰も文句を言う人はいませんでした。ただ問題だったのは、この僧が非常に強欲な方だったということです。私は水溜り様の話を聞くと喜び勇んで、私はカグマのところへ通いました。そしてカグマから借りられるだけの金品を借りていきました。ひどいな。そうなのにエロ坊主じゃないですか。しかし強欲な僧は借りたものを一切返そうとはせず、さらに返してほしいと頼みに訪れたカグマをこっぴどく殴りつけ追い返してしまいました。ひどいな、ひどいな。取り立てすら受け付けないんですね。最悪だな。おうと、当然カグマは怒り、自分の本体である大岩を寺に投げつけ貸した物品ともども粉々に破壊してしまったのです。よくやった、よくやったぞ。もうお金も住む場所も失ったそうは、しかしそれでもまだ欲の皮が緩むことはありませんでした。しぶてえな、しぶといなこいつ。うん、諦めへんで、お坊さんは諦めへんで。諦めろよそろそろ。そうは今度は村の長者に目をつけました。その頃、長者どもの一人娘は重い病にかかり、明日をも知れぬ命だったのです。どうするの、私が治します、だからお金をくださいみたいな。そうは長者殿にお金さえ払えば、おお、娘を助ける方法を教えると持ちかけました。もちろん医学の心などあるはずもなく、言うことはすべてデメキン。デタラメね。うん、デタラメで、これであれか。それでも長者殿からお金を巻き上げるために、そうはとんでもない嘘をついてしまったのです。あれでしょ、カッパの肝が効くらしいよ。その方法とは、雨乞いカッパのエンコの肝を煎じて薬として飲ませろというものでした。ひどい、ひどい。エンコいい子なのに、このエロ坊主のせいで。当時は肝を食すことで不老不死になるという伝説があり、何より雨を降らす、豊穣の力を持ったカッパの肝ですから、どんな効果があっても不思議ではない、定かではないと。そうにとってはおそらく単なる思いつきだったのでしょうが、長者からすればそれほど信憑性のある話はありません。長者殿は最終的に僧の言葉を信じてしまったのです。そして長者殿の手によってエンコは殺されてしまいました。おりゃ、痛そう。
エンコが殺されたと知ったカグマの怒りは以前のものとは比べ物になりませんでした。うわー、エンコが、お、いる、すでにいる。え、いるよ普通に。エンコを殺した長者殿だけでなく、村の人々を無差別に虐殺し暴れ狂いました。血のように赤く、山のように巨大な本来の姿で、カグマ、巨大なクマの妖怪ですよね。でかい。私はエンコの今時の今時って今の時に立ち会っていた。そして、ああ、彼女の遺言を聞きました。よつら、私人間になれるかな。今時のエンコ、今時のエンコ、人間なれるよ、なれるよエンコ、エンコなれるって。今でも覚えています。その言葉は私の胸に深く響いた。殺されてもエンコはまだ人間を愛している。彼女は最後まで人間になりたがっている。それを思い知り、私はエンコが遺言にまでした人間をこれ以上カグマに殺させてはならない、そう思い暴れるカグマを説得し止めたのです。よく止まったな。すごいすごい臨戦態勢だよ。なんとか私の説得を聞き入れたカグマはようやっと冷静さを取り戻しました。私たちは残されたエンコの遺体を抱き、彼女が住んでいた池のそばに亡骸を埋め祠を作りました。その最中、人間を恨むカグマは言いました。エンコを人間なんかにさせたくない。ずっとこの場所でエンコの魂を二人で慰めてあげたい。そう悲願され、懇願され、私は祠に仕掛けを施しました。私には穴を作る力があります。その穴は魂さえも閉じ込めることができる。この力も結構チートだよね。エンコの遺言のこともあり、私はどうするべきかとしばし迷いましたが、結局最後にはカグマの願い通り、エンコの魂を祠に閉じ込めてあげました。だから今閉じ込められてるんだよな。私とネネさんが最初に会った場所、あの祠がエンコの魂を閉じ込めた場所であり、私たちは彼女の魂を供養し慰め続けていたのです。また村人もカグマを恐れ、彼女の怒りを収めるために水張りの神社を建てて、昔のような感謝と親しみではなく畏怖の念を込めて神格化し祭るようになったのです。はい、もう祭り上げちゃおうと。だからもう呪わんといてください。でもカグマの恨みと憎しみは消えませんでした。怒りをぶつけるためこの異界を作り、人間を引き入れ虐殺するようになったのです。私もカグマと共にこの世界へと移り、以降水張りは人間の前には現れなくなりました。ふむ、これがことの顛末ですか。はい、これが我々水張りに起きた真実の話です。どうにも現代では少々話を変えられてしまったようですが、それでカグマは人を、確かに人を恨む気持ちもわかるわ。でも悪いのはその僧と長者で村人関係ないじゃない。それなのに無関係の人たちまで巻き添えにした挙句、今もまだ人を殺そうだなんて絶対におかしいわよ。こんなのただの八つ当たりじゃない。そうです、カグマがしているのはただの八つ当たり。でもカグマにとって正当な理由かなどどうでもいいのです。彼女はただ消えることのない怒りをぶつける矛先が欲しいのでしょう。何よそれ、そんな身勝手な話、付き合ってられないわ。よつらもよつらよ、カグマに人を殺させちゃダメだって思ったんでしょ。なのにこの世界で人間を殺させたら意味ないじゃない。友達なんでしょ、あんたが止めないでどうするの。論破論破、それはそうなのですか。私はもういい、わかった。確かにカグマにも同情する余地はある。でもあいつのしてることは許されることじゃないし、無関係な私たちに当たり散らされても迷惑だわ。悪いけどそんなあんたたちに配慮するつもりはない。私たちは帰らせてもらうわよ。返す言葉もありません。論破されちゃったね。ひなももう満足したでしょ、帰ろう。一つ聞いてもいいかな。はい、何でしょう。エンコさんはどうして人間になりたかったの。おーひな、せめて話はちゃんと聞いてあげなよ。人間の仲間になりたいからって最初に言ってたじゃない。うん、最初の理由はそうだったんだよね。でも水張り様って呼ばれるようになって、崇められて慕われ仲良くなって、それって仲間になれたのと変わらないと思う。なら人間に生まれ変わる必要ってもうないよね。なのにどうして最後まで人間になりたかったの。確かに、確かにですね。え、それは、いえ、でも確かにエンコは私にそう言って、
だから私は嘘をついてでもそうなるように。本当だね。なぜなんだろう。別にそこまで深く考えてなかったんじゃないの。というかどうでもいいじゃん、そんなとこ、そんなこと。それよりひな帰ろう。うん、今の話を聞いてやっぱり角間さんは悪い人じゃないと思った。だからあの人との約束は守る。ひな、おひな、私角間さんにこの体をあげる。だからねねちゃんには帰れない。ひどい。迎えに来たのに体をあげる。待って、それどういうこと。私にちょうだいよ。だったら角間さんと約束したの。あの人ずっと新しい体を探してて、私の体なら条件があって乗り移れるんだって。俺にちょうだいよ。だから私の体をあげる代わりにねねちゃんを元の世界へ返してくださいってお願いしたの。乗り移る、乗り移られるとひなはどうなるの。さらにでかくなる。私はいなくなっちゃうらしいけど、でも平気だよ。私ここに残る。だからねねちゃんもここにいて、角間さんが戻ってくれば無事にねねちゃんを元の世界へ返してあげられるから。何それ、何勝手に決めてるの。そんなこと私がいつ頼んだのよ。でもそれしか方法がないよ。約束破って私を連れ出したことを知られたらねねちゃんが殺されちゃうかもしれない。まあ高確率でそうなるよね。角間超強いから。だから見つかる前に逃げるの。一刻を争うから早くしろって言ってるんじゃない。そんなのうまく逃げ切れる保証なんてないじゃん。私足動かないんだよ。こんな私を連れてたら角間さんどころか別の女に見つかっただけでも危険なんだよ。その時一体どうするつもりなの。なんとかする。気合で。そんなの私があんたを背負って逃げるわよ。もし逃げ切れないなら私が身代わりになってでもひなだけは元の世界へ返す。それが嫌だって言ってるんでしょ。ねねちゃんが犠牲になるなんて絶対にダメ。身代わりなら私がなる。生意気なこと言ってんじゃねえぞ、泣き虫のくせに。そもそも私はあんたを助けに来たのよ。なのに私だけ助かってひなが帰ってこないんじゃわざわざここまで来た意味がないじゃない。そうだよそうだよ、ロンパロンパ。それこそ私頼んでないよ。私ねねちゃんが危険な目に遭う方が嫌だもん。だからねねちゃんには絶対元の扱い帰ってもらう。この話はいつ終わるんです。それに泣き虫じゃないもん、泣き虫関係ないもん。ああもうこのわからずや、黙って言う通りにしなさいよ。終わんねえ。そっちこそいつもいつも強引だよ。黙ってるって言うならねねちゃんこそ黙ってここにいればいいじゃない。あの二人とも少し落ち着いた方が。あのもう知らない。ひなが言うこと聞けないなら全身縛り上げて、に車に乗せて、荷車に乗せてでも連れ帰るから、連れ帰るから。もう噛む噛むよ。もう縄取ってきます。どこ行くの。あんたを連れ出す荷車探してくるのよ。ねねちゃんのバカ。ふん。帰るんじゃないの。どうなんのこのエンディング。今エンディング1に向かってるよね。あ、ごめんね、見てもらえないところ見せちゃった。でも安心して、私ちゃんとここにいるから。ただねねちゃん意地になると無茶するから、よつらちゃん様子見てきてくれないかな。あ、はい、すぐに行ってきます。よつらちゃんがなんかすごい下っ端みたいになってるけど大丈夫。すごいいいように使われてるじゃないですか、みんなに。大丈夫なの。よつらちゃんが一番ちょろいっていう、パシられてるよ。行ってきます。ねねさん、お来た。ようすら、さっきはごめんね。いろいろひどいこと言っちゃって。ひなを助けなきゃって思うあまり、焦って苛立って、私の方が八つ当たりしてた。いえ、全然気にしてないです。はい。それに、目の前で喧嘩なんかしちゃってごめんね。ひな、まだ怒ってた？あ、怒ってるようには見えませんでした。そっか、でも後でちゃんと謝らないとな。お二人はよく喧嘩なさるんですか？あんまりしないけど、時々かな。あの子、気弱で人に合わせやすいけど、その代わり自分でこれと決めたら、はしごでも動かないところあるから、さっきみたいにね、てこだてこでも動かないところあるから、さっきみたいにね、はしごじゃないよ。親友と喧嘩するのって怖くないですか？怖い？だってさっきみたいに喧嘩して嫌われて、不仲になったり、もう一緒にいられなくなったりとか考えたりしませんか？何言ってるの？喧嘩した後は仲直りすればいいだけじゃない。え？ヨツラちゃんを誘そう。カグマを止めてもらおう。そりゃ他人同士の喧嘩だったらそれでおしまいってなるかもしれないけど、私とヒナは親友よ。心の内に秘めた本音もあの子になら打ち明けられる。でも本音を出せばすれ違いが起きて喧嘩になることもあるわ。だけどそんなの当たり前じゃない。1から10まで考えが全く同じ相手なんているわけないんだから。いいこと言うな、ネネちゃんは。相手の本音を受け止めた上で自分の気持ちを返すのが親友ってものでしょ。
言いたいことは全部言おうと、相手に合わせて自分を押し殺してただうなずいて従うだけなんて親友とは呼べないと思う。そんなの主人に尻尾振ってる召使いじゃない。親友だからこそお互いを認め理解してるからこそ喧嘩をするの。それに喧嘩して終わりじゃない。どんなに言い争っても最後にはちゃんと仲直りできる。そう信じてるし、ひなとはそういう絆で結ばれている。だからこそ何の気兼ねもなく喧嘩できるのよ。信じてるからこそ喧嘩ができるですか。私はカグマと喧嘩したことがない。今まで一度も。エンコとカグマはよく喧嘩してたのに。別に無理に喧嘩する必要はないけどね。でも喧嘩を避けるために自分の信念をねじ曲げる必要はないんじゃないの。本音をぶつけなきゃたとえ分かり合えないこともあるんじゃないかしら。例えばあんたにとって辛いことをカグマがしている時とかね。カグマが人を殺す姿を見るのが嫌。私はもう見たくない。カグマが人間を、エンコが愛した人間を殺すところ。これ以上カグマに人を殺させたくない。ヨツラちゃんがこっち側に寝返ったぞ。やったぞ。こっち側に寝返ったぞ。その気持ちはさ、ぶつけなきゃ伝わらないんじゃない。来い来い、こっち来い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 、こっちに。たとえカグマがその気持ちに気づいていたとしても、ヨツラの口でヨツラの言葉でぶつけなきゃあいつは受け取ろうとしないんじゃないの。落とせ落とせ。私カグマと喧嘩をしたい。喧嘩したいの。そうなの。うん、してみなさいな。自分の気持ちをぶちまけて、互いに譲れないものをぶつけて、思い切り喧嘩して、そして仲直りしてきなさい。親友なんでしょ。なら喧嘩ごときであんたたちの関係は終わったりしないから。よし、落ちたな。ちょろいぜ。おお、喧嘩か喧嘩か。お、ねねさん、カグマのことは私に任せて、おひなさんとここで待っててもらえませんか。よし、落ちた落ちた。私はあなたたち二人を助けたい。人を殺させたくない。はっきりとその気持ちを伝えてカグマを説得してきます。だから私を信じてここで待っていてください。よっしゃ。先ほどおひなさんも言っていましたが、足に怪我をしている彼女を連れ回すのは非常に危険です。この学校は出口のある森と同じように、私とカグマ以外の斧は入れないようになっている。ここにいれば安全です。二人は必ず私が無事に元の世界へ返すと約束しますから。心強い。ヨツラがそう言うなら分かったわ。そうする。ありがとうございます。それでは行ってきます。喧嘩してきます。ゴッ。早いな。結構食い気味に行こう喧嘩に。ヨツラならきっとうまくやってくれるわよね。言われた通り、私はヒナと保健室で待ってようか。ほーいほーい。じゃあこっからですね、ヨツラとカグマの喧嘩。どうした。あ、いや、ちょっと待って。もしヨツラがカグマを見つける前にカグマが学校へ帰ってきたらどうするの。本当や。ヨツラとカグマが会えなければ説得も何もないじゃない。ヨツラが話す前に私がカグマに見つかれば問答無用で元の使い返されるに決まってる。あいつがまともに話を聞くのはヨツラだけ。人間の私が一人じゃ何を言っても耳を傾けるはずないわ。賢いな。勘がいいな。そうなればカグマは約束を守ったことになってヒナの体が取られちゃう。いつも察しがいいよね、ねねちゃんは。本当に頭がめっちゃ切れると思う。しまった、私をここで待ってちゃいけない。カグマに先に約束を果たせないためにヨツラと一緒に行動しなきゃダメだったんだ。まずい。カグマがいつ帰ってくるかわからない。何としてもカグマに見つける前にヨツラに合流しないと。そんな使命を帯びてるの私。結構難しいぞその課題は。マジか。ヒナーヒナー、おっぱいも回せて。お願い。願掛けに。おっぱいを。あ、今、ひなと話すよりもヨツラ。わあ、願掛け。願掛けさせて。やばいよ。お守りがないと。よし。行くぜ。ヨツラ探すぜ。よし。締めが重たいよ。はい。というわけで。はい。というわけで、ものすごい無茶ぶりを課されたところで、このパートは終わっていきたいと思います。無理。カグマから逃げるの無理。頑張る。頑張って、次パートでは、ヨツラに会いたいな。死ぬ前に。お疲れ様でした。